小倉優香9月5日台は、日本の元女優、元タレント、元グラビアアイドル。本名、旧芸名は、小倉優香。2013年、ファッション雑誌、セブンティーンの、専属モデルを選出するオーディション、ミスセブンティーン2013でファイナリストに選出され、数社のスカウトから水原希子が、エージアクロスの所属であることをきっかけに、 エイジアプロモーションのマネジメントで芸能活動をはじめ、東京ガールズコレクションにモデルとして出演する。2015年1月に日本テレビ系の連続ドラマ、学校の階段、4月に舞台、口なしばかだかにのそれぞれに出演する。高校は中央高等学院であり、1年生の時にはテレビ東京のコの今から踊るっていうように出演している。 2017年に高校を卒業し、4月に、週刊ヤングマガジンでは、約2年ぶりの新人として21号の表紙と、関東、第29号の表紙、6月に、フラッシュスペシャル、7月に、週刊プレイボーイ29号の表紙で、それぞれグラビアを披露した。7月5日に、西部へに遊園地、プールガール2017に選出され、掲示ポスターや、ウェブコマーシャルなどで、 キャンペーンガールを務める。7月8日にオリコン上半期グラビアシーン総括でシングラビアクイーンの筆頭に挙げられる。2018年4月15日に SNS でダイエットを宣言し体重と体脂肪率を公表した。5月22日に初写真集グラデーションを発売しアマゾンのタレント写真集ランキングで初登場1位となる。7月から テレビドラマ、チアダンで、主人公のライバルチーム、ジェッツのセンター役を演じ、小倉が小学生から中学生にかけて所属した、千葉県内の競技チアダンスチームが2010年に、USA 大会ソングリーディング部門で優勝した、ことから、出演を大いに喜んだ。7月から、ラーメン、カ月嵐の、宣伝モデルとなる。2019年、ウィズ7月号より、 同志レギュラーモデルに就任。7月12日、自身のツイッターで告知を除き、週刊誌、漫画誌での水着グラビアは終わりにするとの宣言を行った。ただし必要があれば、水着仕事も引き受け、体を露出することが嫌になったわけではないと、ラジオで説明。作品によっては、ヌードも受けると答えている。2020年7月29日、 レギュラーを務めるあっぱれやってます。水曜日の生放送中に番組降板を直送。翌週8月5日の放送は冷却期間を置くためとして収録に参加しなかった。8月12日、19日にも欠席していたが、8月26日に三村圭一、MBS 社長の書面による定例会見の中で降板が正式に発表された。 自身の公認は置かれないことも合わせて発表されたが、その後の動向については未定となっている。2021年3月25日、所属事務所のエイジアプロモーションをすでに退所していることが報道された。退所後は SNS も更新していなかったが、4月13日にツイッターを更新し、事務所を退所したことと芸名を小倉優香に変更したことを明らかにした。 活動名をひらがなにすることは長年希望していたことの一つでしたとコメントしている。15日にはインスタグラムで生配信を行い、ラジオ番組での発言の謝罪と反省の弁を述べた。また質問が多く寄せられたという AV 出演の可能性については否定した。さらにグラビアにおける水着姿は永久封印したことも明かした。また、格闘家の朝倉未来と、 2020年末に破局していたことが、2021年3月に一部のスポーツ紙で報道されたが、同年6月30日付の自身のインスタグラムでのライブ配信で、交際に関する質問に対して、双方とも交際を認めていることを明かした上で、SNS で匂わせていると言ってくる人がいるから、その人たちに対して知ってるでしょと言いたいとコメントした。 小倉優香に関するカテゴリー、ありがとうございます。